皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2002年公開のスパイダーマン。現代、スパイダーマン。監督はサムライミ。脚本はデビッド・コープ。主な出演は、トビー・マグワイア、ウィレム・デフォ、キルスティン・ダンスト、など。ニューヨークの郊外に暮らす高校生のピーター・パーカーは、幼くして両親を亡くし、叔父夫婦の下で大切に育てられた。ある日、課外授業で遺伝子を組み替えたスーパースパイダーの見学に行った彼は、逃げ出した蜘蛛に刺されてしまう。というストーリー。いい意味で単純明快な超娯楽大作らしい、シリーズ第1弾。ストーリーは単純ながら、とにかくド派手なアクションシーンと勢いよく駆け抜ける爽快感は最高。トビー・マグワイアのピーター役はまさにぴったりのキャスティング。逆に、MJ 役のキルスティン・ダンストは演技面では全く問題ないものの、少々ミスキャストな印象。細かいことは気にしないで、ハイテンションで楽しむのなら、ぜひおすすめ。ということで、評価は。Thumbs up!